はい、タナジェです。現在、2020年1月の10日9時25分です。今日のワンだらけプラス2円、599円、600円間近ですね。日経平均は108円、昨日ずいぶん上げましたよね。さらに続伸。商いは、まんだらけの商い少ないですよね。ブックオフ、999円、下がってますね。ガーラ、アクロディア、サン、キャピタル。今のところ今年はマンダラケだけしかやってないんです。株って前も話したけど、みんながみんな儲かるわけじゃないです、わけじゃないんですよね。でマンダラケが気に入って買ってる理由前説明しましたけど、今のところじっくりマンダラケでこうちょっと一からいろいろ見ていこうかなっていうのがあります。でここはいつ関心銘柄っていうか、昔自分が売買したことある銘柄がここにあるんですけど、そのこの銘柄、このサンキャピタル、この銘柄って昔よく買ってたんですよ。儲かる時もあるし損する時もある。だから売買が上手な人はこの銘柄で随分儲かってるんじゃないかなと思うんですよ。これ半年なんですけど、47円をそこにして、去年の11月からこんなに上がってるんですよね。まあこれ55円ぐらいなのかな。で今93円。これずっと商いが大体47円とか50円とか、そのぐらい、まあ50円、そうですよね。そのぐらいだったので、その頃売ったり買ったりしてたんですけど、やっぱり47円だと、1万株で47万ですよね。1円上がると、1万円の儲け。やっぱりそういう定位株って旨味のある部分があるんだけど、これがまた下がっちゃうと、1万株買ってて1円2円3円とか、それだけ下がると結構金額が大きくなって、精神的にちょっと良くないっていうか、だから精神的に強い人ならこういう銘柄を買ってやればいいんでしょうけど、だからこのチャットを見て簡単に、あ、ここで買ってここで売れば儲かるなっていうのは確かに分かるんですよ。分かるんだけど、この現実でこの部分で この時下がるか上がるかって難しいところなんですよね。だからなんていうの、この現時点96円が高値で今94円、そのこの何、この精神的な部分ですよね。買いました、じゃあ売りますって言った時にそこまで来るかどうか。ただここがこんだけ興奮になってるんで、上昇トレンドっていうか、そうなんでしょうけど、ただこの会社自体の業績がすごく良くなくて、個人的にはいつ倒産してもおかしくないって思ってるんですよ。そうなるとこんなにすごい赤字ですよね、マイナス。だからいつ倒産してもおかしくない、そういうリスクのある株なんだけど、そのデイトレにしてみたらすごいうまみのある株ですよね。まあ、まあ個人的にはもう精神的に参っちゃってるんで、とりあえずマンだらけでっていう、そういう部分があるんで、
確かに商いが少ないんですよね。だからデイトレの中にしてみたら全くこんなの相手にしないし、まずやらないですよね。だけど初めて株を買って、まあ FX もそうだけど、やろうっていう人が知識も何もなくて買いました、儲かりましたってことはまずほとんどないんで、まあこういう銘柄でコツコツ覚えていくっていうのは結構必要だと思いますよね。601円超えたら今年度の高値ってことになると思うんですよ。そうなると上に上がっていく傾向は強いと思うんで、これそうですよ、700円がずっと下がってますからね。だから現時点は底値っていう判断はできると思うんですけど。以上、たのじでした。